キャリク・ファーガス男爵は、イギリスの男爵位。連合王国貴族爵位。キャリク・ファーガスは、北アイルランドの土地。キャリク・ファーガスの名を冠する、男爵位は、過去に2回創設されており、最初の創設は、第3代、ドニゴール公爵、ジョージ・チ,チェスターが、ドニゴール公爵位を就爵する前の1841年8月18日に、 連合王国貴族爵位アントリム県におけるドニゴールキャリクファーガスにおけるイニショウエンのイニショウエンキャリクファーガス男爵に除されたものである。しかし死去した際に生存している男子がなかったのでこの男爵位は彼一代で廃絶している。二度目の創設は2011年4月29日にイギリス女王エリザベス2世の王大使チャールズの長男であるウィリアム王子がキャサリン ケイト・ミドルトンと結婚した際、ケンブリッジ公爵、ストラザーン伯爵と共に助せられたものである。ありがとうございます。